今気づかんかった？なんかさ、電気の矢を打ちそうな感じの音が聞こえたんやけど、シュッっていう。おお、危ねえ。そう、なんか今いい感じに避けれとったのに。ねえ。ちょ、待って、早く立ち上がろう。盾が壊れた。ここで、盾を強化リザルシールドに変えます。そして、あ、今んとこなんか、ダメージを食らってないぞ。はっ。くそ。そもそもだ。武器が弱いんだよ。さあさあ、避けれてねえから。私こいつをやっつけるのは無理な気がするんだ。あ、弓を持つんじゃないよ。くそ。怖っ。しかも私今超無言になっとったし集中しすぎた。落とされた。超落ちたんですけど。もう結局はさ、こういうことになるわけよね。ねえ、結局はこういうことになるわけですよ。お分かり？今超避けた私、やばくね？ね、さっきの避けたの超かっこよくなかった？まだ言うけど。いやー、さすがだわ、私。くそ。ちょっとさー、私はっ。危ない危ない。とりあえずさ、矢が欲しいだけなんよね。君どうでもいいんだけど。君マジどうでもいいんだけど。ちょ、待って、とりあえず、はい、後ろの方向に、いやってことで、こっちからやり直しますと。この方が安全じゃない？どう？今ライネルどの辺？どこにいるんだ？ん？いないよ。え？おらんよね。なんだ、どこ行ったんだ？とりあえず一旦さ、こっち側とか。ん？ライネルがいないんだけど。あー、ここにおるわ。どの辺にあるかな？電気の矢。あの辺の木のとことかあるんかな。でも多分ね、ライネルのあの向こう側らへんにいっぱいあると思うんやけど。とりあえずちょっとダッシュ。今どこおる？うー、あんなところにおる。待って、登らなくていいよ。うわ、こっちに。しゃがむな、しゃがむな。何？気づいた？背後、怖っ。今気づかんかった？なんかさ、電気の矢を打ちそうな感じの音が聞こえたんやけど、シュッ
ていう。とりあえずなんか、ふう、すんげえ怖いんだけど。あと7本。あと7本で、あれやね。忍び薬かなんか飲んどこうか。忍び薬。この辺、近づいても気づかれない忍び効果、レベル1。こっちレベル2。レベル2の方がいいよね、そりゃ。よし。飲む。足音があんませんなるってことなんかな、これ。お、一応、ハテナマークは消えたぞ。ん、そっちに行ったか。でね、そこの木にもね、矢がいっぱい刺さっとんよね。それをちょっと取りたいなぁと、私は。そうそうそう、私はね、これを。はいはい。あー、そこの上にも刺さっとるな。それそれそれ。すげえバシャバシ言ってっけど。ちょ、下ろして下ろして。これでちょっと次に、超見晴らしのいい場所に来ちゃったけど大丈夫かん。あ、すげえ気づかれない。これであと、それ、それが欲しい、それが。ちょ、取って取って。ちょ、取って。取って取って、それ。それ、はい。17、あと3本。待って、ライネル今どこ？あ、そこか。あと3本はどこにあるかな？なんでいつもそうやってさ、近くに近くに来るんだ？やば。すごいね。静けさアップしたらこれでも気づかれんのや。いや、気づかれるって。あと3本はいいんやけど、その3本を拾うのがすげえ大変なんよね。こっちの方から行ったらさ、そそっと、矢だけ取って帰れるんじゃない？帰れんかな。多分この辺の木にもね、あるんじゃないかなーと。電気の矢が。ライネルどれ？あれはイノシシ。お、この辺の木には電気の矢が刺さって、いない。あっち側か。そう。しかし、ライネルは結構遠くにいる。あ！刺さってる一本。そして、まだ向こうの方おるね。この辺とか。どう？ちょ、待って。一旦さ、一旦、ちょっと忍び薬を、ね。忍び薬を飲んで、ちょっと静かになったところでの、はい、上がって、その、ちょ、早く早く。取れてよ。はい、取れた。これで、あと一本。あと一本。あと一本、ちょっとそこに。はい。これで、一応揃った剣。揃った剣。ちょ、そこのも一本欲しいな、できれば。よし、これで、ふぅ、飛ぼう。ネズヨマの祠、ワープ。あー、やったー、やっと。やっと揃ったよー。ふぅ、やっとできたよね。めっちゃかかったー。あ、でさ、その辺の赤い月が出たけん。あ、ほら、来たよ。ゾーラの体験。ということで、てか、松明2本もいらんよね。違うわ。
松明2本もいらんよね。はい、ゾーラの体験ゲットー。あと、どこやった？どこかしらにさ、あれもあったよね。武器もなんかその辺になかったっけ？あったよね、1個。それをちょっと。そういえば、あ、そっか、夜光石集まってないんか。夜光石は残念ながらまだ集まってないんよね。なんかこういうところに武器とかあったよね。どこにあったんやっけ、あれ。場所。なんかさ、道とか入り組みすぎてよくわからんねよね、このゾーラの里。超わかりにくい。ん？どうした？こんにちは。リンクさん。ライネルの姿は、あ、そっかそっかそっか、これどうぞ。おう、それでは早速。忘れとったわ。はい、ライネル。遠いけどごめんね。ああ、変な声が。失礼しました。大丈夫です。これがライネル。なんとも恐ろしい。これを見たら雷獣山に行こうだなんて、無謀な考えは起きませんね。でしょ？ありがとうございます。この恐怖を里の若者に伝えていこうと思います。そうだ、お礼を。おう、ゾーラのスネ当て、ありがとう。泳ぎスピードアップ。ゾーラ族に代々伝わるスネ当て。竜の鱗が素材として使われていると言われ、装備すると泳ぎが速くなる効果を発揮する。このゾーラのスネ当ては、大昔のゾーラ王が、当時の職人に作らせたのが広まったものです。東の貯水湖は、ハイリア人とゾーラ族が協力して、建造した施設なのはご存知でしょうか。その東の貯水湖の完成後、有効な証として、里を訪れるハイリア人用にと作り始めたのです。へぇー。しかし、ここを訪れるハイリア人は年々減少し、ついに父の防御屋は閉店してしまいました。あ、それでないんや。その防御屋が閉店するときに、倉庫で眠っていた最後の一つが、今お渡ししたものなのです。ありがとう、超貴重。これを履けば、ハイリア人でも、私たちゾーラ族のように、スイスイ泳げるそうです。私が持っていても宝の持ち腐れですし、ハイリア人のあなたが使ってこそ役立つはず。どうか大事に使ってくださいね。ありがとう、ライネル調査コンプリート。ってことで、ちょっと、装備、ゾーラのスネ当て。イェイ。いい感じじゃね。さあ、武器は一体どこに？これか？いや、違うよね。立てかけたりとかしてあったよね。ってことは、ここではない。もう、ちょっと違う場所。あれか？いや、何にもないね。どれだよ。何が見えたんだよ、私に。あの辺かな？多分、この辺。あったー！あったよ。ゾーラの盾と、ゾーラの剣もちょっと欲しいから、キコリの斧がいらんかな。うん。キコリの斧を捨てていい。はい、ゾーラの剣ゲットー。さあ、ということで、これで OK だ。これで、とりあえず王様のところに行けばいいんかな。あ、ごめんね。ぶつかった？揃ったよ。よいしょ。揃ったよー。指導寺のとこに行かんといかんのかな。指導寺どこ行ったんやろ。わからん。ここで行っか。真珠の沈め方は聞いたぞよな。ならば東の貯水湖に指導がいるはずなので。合流して協力し合って、水の真珠を沈めてほしいぞよ。ところで、わしの娘、ミファーのことは思い出したぞよ。思い出した。少しだけやけど。おう、思い出したぞよか。それはよかったよかった。ミファーが英傑に選ばれて出ていたときは、誇らしくもあったが、寂しくもあったぞよ。それが水の真珠を厄災ガノンに操られて、あんなことになってしまって。わしはあの時、ミファーをもっと強く引き止めるべきだったのかもしれん。すみません。いやいや、そなたは悪くない。すべては憎き厄災ザノン、ガノンの仕業ぞよ。あの時4体の神獣が、厄災ガノンに操られ、乗っていたエキサは閉じ込められてしまった。それ以降、誰一人として帰ってきておらぬ。神獣の中で一体どのようなことがあったのか。結果を知らぬことがむしろ希望。わしらはまだ無事を祈ることができるぞよ。あ、もしかしたらまだ神獣の中で生きとるかもしれんってこと？なるほど、そういうことか。
で何、どこに行けばいいの？東の貯水庫って言ったよね。どこよ、東の貯水庫。待って、はい。あの辺かな？ん？あの辺？合ってる？誰かいる？まあいいや、とりあえず向かおっか。これでゾーラ族みたいにスイスイ泳げるようになるって。やったけどどう？なんか静かさもアップしとるな。あ、静かさアップまだ続いとったってこと？どんだけだ。この中もしかして。中って何？中？中なの？わからない。この向こう側ってことかな？あ、溺れた。ゾーラ族のようにスイスイ泳げない。あ、上から向かうんかな、もしかして。かもしれんね。ということは、とりあえずこう、しがみついて上まで登っていこうか。あ、なるほど、上から向かっていくんか。よいしょ。また溺れたわ。これあれかな、一旦ちょっと祠らんとこにワープした方が早い。ここで登れない登れないってしよるよりね。ほい、そして東の貯水庫。とりあえずパラセールで降りていくことなく普通に向かおう。どの辺かな、こっちの方。普通に道沿いに進もう、道沿いにね。あ、頑張りガニ。あー、危ねえ。落ちるとこやった。ちゃんとその方向を見た方がいいな。え、こっち？合ってる？これ向こうじゃね？向こうよね。こっちか。あれでもこれ道なりに行ったらやっぱり違うところにたどり着くような気が。あ、あっちか。ここを右に曲がるってことかな。あ、多分そうや。よしよし。ちょ、多分さ、多分この辺にリンゴとか入っとんじゃないかなと思うけん。はい。何もない。木の矢だけ？木の矢一本だけですか。あ、ほら、ここの上から行くんや。この辺何もアイテムない？ないね。あ、回復してから来た方がよかったかな。は、東門異常なしそら。何その無言。これはリンク様、お懐かしゅうございますそら。また知っとる人？私は100年前よく遊んでもらったジョーダにございますそら。指導士が連れてきたハイリア人というのがまさかリンク様ぞら。そうそう。それにしてもリンク様は100年前と全くお変わりないぞら。おっと、おしゃべりが過ぎました。私は今は一人の兵士としてここ東門の門番を拝命つかまつっているぞ。東の貯水庫が溢れないよう見張りをかねて。それではまた後でお話しするぞら。すごいね。なんか昔、リンクに鍛えてもらったみたいな子が、みんな、優秀な優秀な兵士になっているじゃないか。嬉しいことだね。雷獣山近道、東の貯水庫。こっちが東の貯水庫ね。雷獣山近道とかあるんや。マックスラディッシュゲットん。あれはキツネだな。キツネ覚悟って。よし。さっき獣肉とかいっぱい食べてしまったけんさ。ここやろ、貯水庫。合っとるかな。多分合っとるはず。指導寺来たよ。東の貯水庫。合っとる合っとる。うわー、恐ろしいな、なんか。
この辺なんかちょっと、なんかちょっとあったりせんの。あ、ベッドとかあるやん、ちゃんと。へえ、ありがたい。ただこれ。これただ?いつまで寝よう、朝まで。おし。いいね、ただで回復できる場所。あ、あれが獅童王子か。この辺武器とか、いろいろあったりとかせんのかな。あ、この辺の、あ、待って待って。宝箱ある。中身は?騎士の盾。お、40すげえ。ハイラル王家に仕えた騎士が使っていた盾。金属製の頑丈な作りで激しい戦闘にも耐えられる。重力があるので、扱いにはそれなりの腕前が必要。あー、ポーチに入らない。ということはだ。盾。この兵士の盾はちょっと、待って。兵士の盾をちょっと、捨てる。そして、はい。騎士の盾ゲット。これであとは、この辺の、破壊。お、オパール。夜光石やったらちょっと嬉しかったかな。ね。盾ポーチじゃなくて、こっちを拾いたいんだ。よいしょ。はい。あー、転がした。いけるかな?あ、いけた。あれ、何にも残らねえ。なんか盾吹っ飛んだよね。あんなところに盾吹っ飛んだけど。あとはもう何にもない感じかな。この上とかにもなんか、ないかな。うん、これぐらいかな。次、あの宝箱壊れてないやん。吹っ飛んだり壊れたりとか専門なんやねん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。